メーーールサーバーのディスクに紹介が発生し多数の電子メールが消失した消失した電子メールの復旧を試みたが2週間ごとに行っている磁気テープへのフルバックアップしかなかったので最後のフルバックアップ以降1週間分の電子メールが回復できなかったそこで今後は前日の状態までには復旧できるようにしたい対応策として適切なものはどれか。 2週間ごとの磁気テープへのフルバックアップに加え毎日磁気テープへの差分バックアップを行う。電子メールを複数のディスクに分散して蓄積する。バックアップ方法は今までのままとしメールサーバーのディスクをミラーリングするようにし信頼性を高める。毎日メールサーバーのディスクにフルバックアップを行い2週間ごとにバックアップしたデータを磁気テープにコピーして保管する。この中で 前日の状態までには復旧できるようにする対応策として適切なものはどれでしょうか ははいいかかがでででししたょうか答えはこちらですね2週間ごとの磁気テープへのフルバックアップに加え毎日磁気テープへの差分バックアップを行うと、まあ、このようにすることで前日のバックアップ前日の状態にはね復旧できますねフルバックアップと、えー、差分のバックアップがありますがね前日分ねまでには前日分までは復旧できるという形になります。そのの他、えー、メールを複数のディスクに分散して、えー 蓄積すするとありますけれども結局メールサーバーのディスクにですね障害が発生するとやはり消えてしまいます、ね、なのでこれはダメバックアップ方法は今までのままとしてねメールサーバーのディスクをミラーリングするとこれもまあミラーリングすることによってディスク1台の時よりはま信頼性は高まるんですけど結局ねミラーしている2つのハードディスクどっちも障害が発生したりするとやっぱり復活できなくなりますからこれはダメ。で これ,これもねフルバック毎日フルバックアップ取るのはいいんだけどそのフルバックアップ先がメールサーバーのディスクかよって、ね、結局ディスクが死んだら死ぬじゃねえかっていう話なので、うん、すげえ手間をかけてあまり意味のないことをしているというですねなんかこう恐ろしい事例ですね。ちゃんとこうバックアップ取るなら別のメディアに保管しようよっていうことですね。はい、今回ね磁気テープえ、ね、別のメディアに保存をしてますからねこれは素敵ですねこれが一番適切という形になります。